さあ始まりました奈良グルメニュースです。こんばんは。あ、こんばんは。月に牛100頭食い太郎、はい、あいちゃんです。いや、100頭食ってんすか。100頭食ってます。うわ、怖え。いや、てかどこすか今日は。じゃあということは今日はここ、うん、焼肉はじめさんです。今回ご紹介するのは奈良市大宮町にある国産黒毛和牛の丼が豊富に楽しめる焼肉丼はじめさんです。夜になると居酒屋スタイルでお肉とお酒が存分に味わえる隣の人間国宝にも認定されたお店です。まさね、出だしからうまい。ああ、いや、そうなんです。私のプロテインですよこれ。うわあ、筋肉に変わりますこれ。ああ、そうですか。お酒と焼肉って言ったら最高でしょ、うん、ねえ。1ヶ月に何頭牛食べてるんでしょ。100頭です。父ちゃんが1000頭食いたのだって。父ちゃんが1000頭食いたの。じいちゃんが万頭食いたの。あ、じいちゃんが万頭食いたの。俺まだ100頭食いたの。あ、まだ。あ、じゃあまだまだなんだ。まだまだです。あ、そうですか、はい。今日はちなみに何を頼みますか。これ、ね、うん、これです。やっぱりカルビとハラミ。おお。しかもこれ2倍大盛りで。あ、肉倍でいきますか。そう、もう本当にちょっと前に来させてもらったばっかりなんですけどね。もういろんな丼がありますから。じゃあちょっと今日も楽しみに。そう、楽しみにしてます。待っていきましょうか。はい、はい、こちらがカルビとハラミのコンビ丼、肉2倍。こだわりの国産黒毛和牛を秘伝のタレで口いっぱいに頬張って、オレ牛がよみがえる。おー、オレ戦う俺の舌と牛、オレ。うまそう、これ。いただきます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。こんなにこれ祝福されながら食べることないよ。まずはハラミ、この重圧感なのに口に入れた時の柔らかさ、なんというかジェネレーションギャップじゃなくて和牛ギャップ。うわー、がっついた。うん、どう。ごめんごめんごめん。あ、わからん。めっちゃうまい。めっちゃうまい。はい。カルビもせっかくやからね。そうですね。プリプリのカルビは噛むと尊い肉汁がこれでもかと溢れ出てきて、白ご飯とマッチングしまくりです。一生食欲が収まることはありません。何なんですかこれは。もう食べたのにお腹減ってきた。めちゃくちゃうまいですね。タレやっぱ決め手ですか。ああ、追いだれがあるんですよね。追いだれでいくとさらにまた米が進むっていう。もう一回これ。うん、まっ。お米にタレかけるだけでもいけるわ。まあ、いや、それぐらいの味。それに肉ついてるって。おう、天国じゃないの。うわっ、なんかこぼれた。もったいない、もったいない。もったいない。うん。ちょっとビールおかわりしていいですか。ああ、いいよ。どうぞ。すごい、お母さんが入れてくれるサービスあるんや。うわ、ありがたいわ。今日頑張ってよかった、仕事。よかった。もう最高や、ほんま、いいですか、最後。はい、大丈夫、大丈夫。うん、うまかった。ねえ。あと、次もし、お酌さしたら、1000円いただきますからね。浮かないね。はい、1000円払ってください。実践払います。いいですか、本当に。最後は感謝を込めてしっかり完食、ごちそうさまでした。お店のお母さんにも、お母さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、このあれじゃん、この奈良クラブ愛がもう詰まったお店なんで、すごいですね。なんかぜひ来ていただきたいですね。ぜひ来ていただき、奈良クラブ博物館に。ね、そう、
焼肉も食べれるしね。はい、もうあの収録で通える焼肉屋さん星3つでございます。ああありがとうございます。定休日ありだからね。あ、定休日入れてね。あ、なるほど。それ3ですけどね。何何十ですそれ。はいはい。気持ち気持ち。なるほど。これからもちょっとまたいろんなねお店紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。